科目3に行きましたね。前回が中学、結局前回はもう小6歳から12歳までのお話なんだよね。高校の話してなかったんだよね。今高校の地歴、これ100点とか取らなくていいんだよ、はっきり言って。地理は調べればいいんだよ。地理も歴史もやらなくていいんだよ。100点とかいらないんだよ。自分で調べてほしいんだよ、こういうことは。好きな人はどんどん調べるからね、歴史をね。学校で教えるとね、あんま面白くないんだよね。自分で調べてすんごい面白い、歴史は。これを100点とかにね、直すことじゃない。歴史なんてね、100点かどうか分かんないんだよ。ね。年号変わっちゃうときあるんだから。ね、なんかもう、コロコロ変わるでね。これはね、ちょっとね、テストとしては不向きなんだよね。なんで暗記しなきゃいけないんだ。調べればいいし、好きなことは覚える。歴史はいらないんだよ。学校の授業としてはね。地理は、もうだからこれも調べて、もうナビがあるから、根幹的にはいらないんだよね。だからこれゼロでもいいぐらいなんだけど、ほぼゼロ、まあ。だからこれはね、この、小学校のね、中で1時間、もうやらなくていいかな。もうだから、もうやらなくていいんだよ、もうね。まあ、社会っていうのがあったか。さ、あの、科目1、ね、科目1って僕の動画の科目1っていうところに、まあ、最初の動画に、これは社会の、その中の社会にちょっと含ませる。だから点数とは関係ないんだよ、これは。で、現代社会もね、公民か高校など公民っていうのが入ってきて、ニュースでやってんだよ、これは。これ学校で教えてもいいけど、だから点数で取るもんじゃないんだよね、これもほとんど。政治もまあ、これはやるべきなんだけど、すっごい、とことんやるべきなんだけど、点数じゃないんだよね、これもね。とことん教えるべきなんだけど、正解がないこともあるじゃん。なんか、ね、その、いろんな人の考えがあるから、これ非常に難しいんだよね。こんな、難しいんだよね。これ学校で、ね、政経、経済も、これは難しいことだよね。だから基礎的なことは教えれるけど、100点とかそういうことなのかなってなんだよね。うん、これね、うん、これもちょっと違うんだよね。学校で。だから教えてもいいけど、点数、テストとかでやることじゃないんだよね。テスト、教えることはすごく大事なのに、テストで100点とかそういうことじゃないんだよね、俺ね。月1で教えるなんかね、そういう授業みたいなね。これ入試にも出るもんね、でもね。公民は出るからね。丸暗記しないといけないんだよね。理解っていうか、理解っていうか暗記をするやつなんだ、結局テストで、入試ってね。ね、ちょっとそれもどうかなと、うん、これで100点とか取ってもう通用するかってことだよね。政治と経済はね、覚えたところでね、そういうことじゃないんだよね。本当そういう力じゃないんだよ。覚えるとかそういうことじゃないんだよね、うん、倫理も全然違うよね。これ学校で教えてもいいけど、テストで100点とか絶対そういう問題じゃないもんね。これもね、これもちょっと、これだから国語ではね、これ小学校、これこそ1年、3年生だよね。で、終わりにしてほしいんだよね、ここは。高校じゃなくて、うん。これは国語ですよね。今で言う子供の、小学校のね、ほとんどね。これも100点とかそういうことじゃないで、これはちょっとほぼほぼ、全部ひっくるめ月1だよね。全部ひっくるめ月1だよね、もうね。これなしだよね。芸術、音楽、美術、書道、工芸。選択、これ。これは部活でいいんだよね。これはもうゼロだよね。部活、部活だよね。これも部活だよね。部活なんだよね。じゃあこれも、これはきいね。情報っていうのは、これもまあ、これもさっき述べた通り、月一、だから、すんごい内容薄くなんだよね。あとはもう国語算数とか全部違くて、延長線上なんでね。ただ、高校の数学は非常に難しいんだよね。ほぼ暗記状態のね、理解できない状態になっちゃう。ただ公式を覚えるとかね、そういうレベルになってきちゃって、意味不明になってきちゃって、これはね、やらなくていいんだよね、高校なので。逆にね、高校レベルの数学、ちょっと難しすぎてね、
無理だっていうね、使いづらいと専門的な人しか使えなくなっちゃった本当にってことだよね。で英語はもうやめよう、もうここになったらさすがにもうこんだけ6歳から12歳までやってるやめよう、もう毎日やってこれやってるから、この僕の入学プランだとね、もうやめようと思ってってことになると、結局今まで説明した通りになると、6歳から12歳で全部高校までの内容をぎっしりでその押し込めたんだよ、もう余分なも排除してね。だから12歳になるともう入学する理由で言うと、12歳になるともう高校までのその本当に絶対必要な知識がもう全部入っちゃってるんだよね。ってことなんで、そういうことだよ。だから12歳まではそういうことで、これで今の高校3年生までやっちゃうもんで、できちゃうよね。もうスカスカじゃないかな、時間は。これでももう、余裕で10歳で終わっちゃうんじゃないかな。4年間で終わっちゃう内容なんじゃないかな。で、まあ、1日3時間だからそっか。毎日1日学校3時間だから、授業は。で、3時間部活なんで。そうだな、大体12歳ぐらいまでか。もう13歳からは大学だね。もう大学13歳からさ、もう13歳から大学専門だね。まあ仕事まあ、仕事あれか、社会の仕組みだいぶ変えないといけないんだよな、これ。ここはちょっとまだなしかな。なるべく専門とか大学専門だね。これで職業のことどんどん覚えていって、そうそう。大学4年でも、ちょっと大学僕はあんまり詳しくないから、これはもうちょっとノータッチで、ちょっと大学は全然わかんないんで、専門はいろいろね、いろんな種類があるから、要は職業訓練だよね。もう職業のいろんな資格とか、どんどん資格を取ってほしいんで、ここで。13歳からも資格の勉強だよ、もう。大学だっていらない勉強してるらしいもんね。ほとんど大学っていうか専門でいいんじゃない？大学、僕ちょっと詳しくないんだけど、大学は。結局専門的なことはもう13歳からやるべきなんで、もう済んじゃうんだよね。大学でも結構幅広くやるらしいんでね、結構ね、幅広くやっちゃうと余計なことやることになる、時間はね、人生そんなに長くないからね。専門的な こっちをね、どんどん進んでって、18歳まで5年間は修行してほしいんだよね、仕事の。ずっと専門学校もう、だからそういう国語算数とかじゃなくても、職業のことばっかり、資格を取る勉強とかね、ずっとひたすらやんないと間に合わないんじゃないかな、大人な二十歳になっちゃうと。これ二十歳になっちゃうともうね、大人になっちゃうからね、18歳とか、今成人が18歳ぐらいになるからね、18歳からここやっちゃってたら遅いんだよね。ちょっと僕はそう思ったんで、自分でね、もう子供頃から13歳から仕事のことやっとけば、体がどんどん仕事のことを覚えるんだなっていうね、思ったんだよね。大人になったからって覚えが悪いんだよね、仕事は。本当にすごい後悔っていうか、まあそういう社会の仕組みはそうじゃないからね、しょうがないんだけど、こうなってほしいな、科目が。すごい子供の貴重な時間を、必要ないことを教えるんだよね。教えなくてもいいことばっかり教えるもんで、すんごい無駄な時間を過ごしてる。世界中もかな、世界よくわかんないけど、日本中のねえ、必要ないことをまで全員が全部同じことを覚えなきゃいけない、全員が全部同じことを覚えなきゃいけないっていうのは、ちょっとね、それが全部使えるならいいんだけど、そういう知識が使えない知識がほとんどすぎちゃって、ただひたすら入試のためにやる、結局はっていうことになっちゃってんだよね。そこがちょっと、今はおっさんだけどね、いまだに思うことがある、思うところはありますね、これは。